日本対ムエタイ決戦のゴングが鳴る。日本連合軍は現在日本の軽中量級のトップクラス3人が出陣。迎え撃つ大勢も最強の布陣で臨む。ムエタイトップクラスが大挙来襲し、ムエタイの神と呼ばれる男自らがその陣頭指揮を取る。格闘技界の中量級を支えてきた湊太郎、吉高博夢、金太栄らと名勝負を繰り広げ、記憶に残る戦いで日本キック界を支えてきたベテラン。UKF ミドル級王者 MA キック湊太郎。湊こそムエタイの強さを身にしみて知る男だ。だからこそムエタイ狩りへの強い意欲を見せる。決して下がることのないファイトスタイルでムエタイ超えの先陣を切るか。元ルンピニーライト級のランカールンポントーンバンコクストア。力みのないフォームから繰り出す飛び膝蹴りが最大の武器。日本人相手では無敗を誇り、かつて湊太郎もタイのリングで下している。返り討ちを狙う。攻撃の道も一歩から。まずはこの試合、湊太郎ルンポントーン戦を見てみましょう。両方とも大きいですね。180センチの湊太郎に182センチのルンポントーンです。わずかに2センチルンポントーンが上回っていますが、さあ出ていきます湊太郎。さあ膝が飛んできた。これがルンポントーンの膝です。非常に大きい体ですが身軽ですね、ルンポントーンという選手は。そうですね、本当にあの力を抜いて構えるのもやっぱり大したもなんか違うんですね。力んでないですよね。そうですね、とても自然体でこう立っているって感じがします。はい、おーローキック2発湊。いいでしょうかね。ちょっと懐深いですけど、やっぱり僕はやっぱり立ち技に関しては、構えはタイなんか完璧ですから、はい、やっぱ真ん中しか崩せないんですよね。はあ、他はやっぱり蹴ったりパンチ打ってもやっぱりガードうまいですから、はい、僕のやっぱり基本的なムエタイに対しての考え方っていうのは、構えを崩さないといけないと。構えを崩す、はい、というのはもう真ん中しかないと思うんですね。その真ん中というのはもう少し具体的に言っていただきますと、ボディとか、はい、胸全部、うん、これはパンチもそうでしょうし、はい、キックもそういう形で崩していく。このローとかあるいはいきなり顔面とかいうんではなく、こういうのは難しいですね。なるほどね。今ローキックを湊はずっとこの序盤から放ってますが、これよりはもう少しミドルとかあるいは回り込んでボディを放っていくとか。そうですね、ミドルもやっぱり構えタイの選手は、カットうまいですから、はい、なかなか蹴っても効かなかったりするんですけど、まあ、パンチにしてもアッパーって打ち上げるアッパーじゃなくて、はい、アッパーストレートみたいなんですね。はははちょっと向こうに押し出すといいますか、そうです、向こうに向かって相手に向かって突き上げるような、はいはい、もうタイの体式の構えっていうのは本当に完璧に、はい、もう蹴りでもパンチでもパッと受けれる。カチッとやっぱ歴史ありますからね。はい、そういうやっぱりトントンは9月には大谷、はい、あるいは10月には新田、はい、で日本人勢を倒してますね。なんとか湊君に、石向きでもらいたいという感じがしますが、はい、第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドはそれほど大きな差は出ておりません。第1ラウンドは差がつきませんでした。さあ第2ラウンドに入っています。湊太郎が果たしてどこに突破口を見出してくるか。本当の長身のこの今頭のあたりハイキックを見舞っていきますが、膝蹴りの選手ですから、膝蹴りで肘みたいな、はい、今も膝をちょっと出しそうな。また来たぞ膝。逆に膝出した後、あと何か返すような。さっき今ローキック返しましたね。はいはいはい、はい、この後ですね、この膝を打った後、あ、そうだ肘が飛んできた。
ローキックを返します。なかなか体重もね、ローキックで倒れないでしょうね。お肘と、この肘は大丈夫か。もう一回肘が来た。至近距離からはこの肘が飛んできます。でも本当にちゃんとガードしていかないと、はい、また来た。おっと、もう一回、おお、今は狙って飛んできました。港もしかしよく見てますね。そうですね、左伸ばします。ミドルキックだ。プラスカンダー、立てました港。いや、タイの借りを日本で返す。ここで負けるわけにはいきません、港太郎。しかしすごい膝でした。勝負かけていきますよ。さあ一気に倒しに来るヌッポントン。大谷にカウンター、港太郎のカウンターパンチ。ヌッポントンが膝をついた。ダウンを奪い返しました、港太郎。これは第2ラウンド、なんと両者1回ずつダウンを奪いました。いや、しかし今の港はいいタイミングで入りましたね。いや、やはり港はまだまだ諦めていません。あの飛び膝を食らった瞬間はもうシーザーさんダメかと思いましたが、いや、もうダメかと思いましたがね、よく頑張りました。頑張りました。いや、ここで港がカウンターのまた逆転のダウンを奪いました。1回ずつ、これでこのラウンドはおそらくイーブンという形になると思いますが、嬉しいですね。いや、これは港の気概を見たという感じがしますね。いきなり飛び膝でダウンを奪えたこの第2ラウンド、港太郎ですが、カウンターの右、鮮やかに港がダウンを奪い返しました。1回ずつダウンを奪って第2ラウンドが終了しています。ボディを狙うように見せかけ、顔面を襲うヌンポントーンの飛び膝蹴り、的確に港の顎を捉えた。港も一瞬の隙を見逃さなかった。ヌンポントーンのガードが空いたところにカウンターの鋭い右フック、ドラマチックなダウンを奪った。ダウンの応酬があった第2ラウンド、その後一進一退の攻防が続き予断を許さない。勝負は最終ラウンドに持ち越された。日本のムエタイ越えはなるのか。港太郎のリベンジマッチ、ヌンポントーンとの一戦は最終ラウンドを迎えました。衝撃の第2ラウンド、飛び膝蹴りで一度ヌンポントーンがダウンを奪えば、港太郎もカウンターパンチでダウンを奪い返す。しかしその後はシーザーさん、大きな差はないと言っていいですか。そうですね、両方ともだいぶ疲れてきましたね。あ、そうですね、このラウンド大きな印象をつけた方が優位な形を、ね、取りそうですが、あのカウンターパンチを見た瞬間はこれはいけるという感じもありましたけどね。絶対大丈夫だと思いますね。なかなかしぶといですね、ずっと。さすがやっぱり、はい、メイタル選手ですね。そうですね、アテニルッピニースタジアム、これランカーとして活躍していた選手ではありません、ヌンポントーン。港君が行かないと、はい、とにかく日本はチャレンジャーの立場。おっと、右に飛んできた。おお、港君ってね、パンチを右それでいいんですよね、さあしかし膝が飛んできます。効きますよね、逆にダウン取れるかもしれません。あ、そうですか。顔を警戒しますから、はいはいはい、逆バージョンでいかない。おっと、右アッパー、右ストレート。ボディ、あ、これもう一丁。今はいわゆる顔面だけなんで、ここで最後ボディに返してくるとまた効果が出る。逆にボディ行ってまたこのアッパーストレートでも言えばですね、はいはいはい、またもう一回ダウン取れますよ、しかし今はいいパンチが入りました、港。さあ港が前に出ます。アッパーいいですね、はい、アッパーカット。ちょっとルンポントーンがクリンチに、いや、疲れたんでしょうね。抱き合ってると思います、はい、ここで試合が終了しました。最後はもうルンポントーンは入り込み体制という形になりましたが、
やっぱり宮戸 のパンチが当たったのはやっぱり、はい、僕だったらね、結果まだ分からないですけど、ポイント取ってると思います、ね、そうですね。さあ、あのパンチが果たしてどう評価されているか。お一人はドロー。ヤンキツノダ48-47、港太郎。お一人は港、もう一人はヤンキリレー48-47、港太郎。港太郎2-0、判定勝ち。軍ポントーンに雪辱、リベンジなりました。やりましたよ、本当にね。最後のあの右ストレートですね、飛び込んだ。やったし、あれが効きました。この機に本当に港君に頑張っていただきたいなと思いますよ。はい、日本のムエタイ越えなるか。その第1試合、港太郎がヌンポントーンを2-0の判定で下しています。ムエタイうまいですね、やっぱり。練習してないんでしょうけど、本当にやりにくかったです。一時期ムエタイできない、自分は無理だなと思ってて迷ってたんですけど、これからはもうやっぱりムエタイを、まあ現役もそんな長くないんで、できる限り目指していきたいと思います。これはムエタイスタイル、まあミドルとかスタイルというか、やっぱりタイ人の方がレベルの高いことをやってると思いますんで、そのレベルに少しでも近づきたいです。